戦玉。戦玉は、式に記される帝王。茅やに都して、茅や氏と称したと言われている。五帝の一人で、皇帝の後を継いで帝位についた。在位78年と言われている。父は、マサイ。母は、職山氏の女の小木である。マサイは、皇帝の子なので、戦玉は、皇帝の孫となる。子に急世身、後世の孫に、本がいる。帝位を、 に譲る。末栄に、女をさむ、その孫に大妃がおり、中国を統一した、はた、戦国時代の蝶はこの子孫と伝えられる。また、色素祖成果では、春秋戦国時代の諏訪の祖先は、戦力であるとする。四季後帝本義四季後帝本義には、幾神も不正義、四季も、京家、誠も不祭主とあり、幾神を信奉しており、物意味して、 祭祀を取り行った帝として記される。また、雫も、言うはかりごと、卒業自治事とあり、物事に通じ、物静かで、奥ゆかしい人柄であるとされている。戦力は、人々が神と関わることを糸い,い、孫の銃と始むに命じて天へ通ずる道を閉ざさせ、神と人との別を設けさせたという。三国式高句麗本議第六役だら本議第六によると、高句麗王は、 自分たちは皇帝の孫のかや氏、皇帝の彦の皇宍氏の子孫であると称していた。ありがとうございます。